ガブリエル・サンチェスは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2002年の MLB ドラフト15巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、契約せずに、マイアミ大学へ進学した。フロリダ・マーリンズ時代2005年の MLB ドラフト4巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。2008年に、 a 級カロライナマドキャッツで打率。314.17本塁が92打点をマークし、サザンリーグの最優秀選手に選出された。同年9月17日にメジャーデビューを果たした。マーリンズの小一塁手のマイク・ジェイコブスがトレードで移籍したため、サンチェスは小一塁手の候補となったが、2009年のスプリングトレーニングで膝を痛めながらの出場で打率。 194と低迷し、開幕をトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズで迎えた。7月29日にメジャーで出場して以降、シーズン終了までに21試合に出場。2010年は途中から1塁のレギュラーを獲得。打率273.19本打が85打点をマークし、ナリーグ新人王投票では4位に入った。二千十一年には、 オールスター選出を果たす。ピッツバーグパイレーツ時代2012年7月31日にゴーキースヘルナンデス、カイルカミンスカとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2014年1月17日にパイレーツと230万ドルの1年契約に合意した。12月1日にディーフとなり、翌2日に FA となった。12月16日に 東北楽天ゴールデンイーグルスと基本合意に達し、メディカルチェックを経ての入団となる。2015年1月8日に東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団が発表された。背番号は3となった。主に4.5番打者を任されたが、開幕直後に出場選手登録を抹消され、その後もシーズン通してバッティングの制裁を欠いた。最終的には打率。 226、7本リーと期待された成績は残せず、10月31日、球団から戦力外通告を受けたことが報道された。2016年1月28日に、マリナーズとマイナー契約を結んだ。3月13日に自由契約となった。マーリンズ時代には監督のジャック・マキーウォンから、リーダーシップの質を評価された。NPB、ありがとうございます。